伊坂幸太郎先生のデビュー作、オディボンの祈り、ファンタジーのようなミステリーのような伏線がすごい不思議な話。主人公は気づくと見知らぬ部屋で目を覚ます。自分はコンビニ強盗をしたのに、なんでこんなところにいるんだろう。彼は生活していた土地を離れて、なぜか外界から遮断された島にいたのです。どういうことって思うよね。でもね、もっと謎なのが、喋るカカシがいるの。しかも未来がわかるんだって。謎。そのカカシっていうのは島の中心人物なんだけど、ある朝無残な姿で発見される。バラバラにされて頭がなくて、犯人は一体誰なんだろう。そもそもカカシは未来が見えるのに、なんで殺されてしまったのかって、もうほんと上下左右謎ばかり。現実とファンタジーの境目を楽しみたい方、ぜひ。